高い位置までボール運んでペナルティエリアの中からおお。さあチャンスだぞ、ワンフェイク山田直美、阿部が打った。93分、湘南の勝ち越しゴール、フルス対決阿部。長いボール1本入ってですもんね。お、これはどうでしょう、触ってんですかね、触ってますよね、はい、ちょっと今の見る限りだとちょっと山田直樹出てたかなって感じですね。別の角度から阿部が触っていればですよね。あ、触ってないんですよ ね、 すかね、触ってないですか、今のだとちょっと触ってないように見えますけど、どうなんですかね。ここは落ち着いてましたよ。シュート、さすが。はい。